は飛谷子ども研究所の飛谷由美子さんです。飛谷さんは波動速読、そして右脳開発を実践的にご指導されています。まあ、波動速読って言いますとね、波動でこう本を読み取るというのは、まあ、一体どのようにするのでしょうか。お話を伺ってみたいと思います。それでは飛谷由美子さんです。今日はよろしくお願いします。はじめまして、飛谷でございます。今日はありがとうございました。先生、まずですね、はい、私今、はい、波動速読という言葉を言いましたけれども、これは波動で、まあ、本を読むと解釈してよろしいですか。感じるのが正しいかもしれませんね。これはもうかなり年数が経ってますね。子供の中から生まれたのの子なんですけど、ちょっといいですか。はい、はい、例えばですね、はい、こういうもので文字を読むには見るという、本をパラパラして見るんですね。そしてその中からイメージが出てきて感じるというような、そういうやり方、処方の中を見ているのではなくて、イメージで感じる。子どもたちが言いますのは、イメージは大体いろんな本あるんですけど、ここイメージが出てくるわけですね。で、私もね、こうして見えませんか、ここに色が出てくるんですね。本からの色が出てくる、色が出てきて、で大体がこの辺に本からイメージが出てくるわけです。要するにそれは何かと言いますと、この文字が超高速にパラパラするとなると、文字情報がその言語や音として取るのではなくて、イメージに変換され、耳のイメージ変換機能ですね、変換されて映像となって見えてくるわけですね。そして子どもたちはそれがどういう内容かっていうのをつかむわけです。でもうこれはもう本当に深いんですが、英語の本をやりますと、もちろんその基本的にはイメージは見えてるんですけれども、英語が日本語に変換されて翻訳機能という、そういうものができて内容が分かるとかいうわけですね。じゃあ幼児がやった場合に、漢字が分かりませんね。そうするとその表現も、子供を表現した方法すらも分からなかったんですけど、こうゆっくり見えてきてね、光って、白く光って見えてきて、漢字がひらがなに変わるから、子供の表現が変わるから、内容が分かるということを言ってるわけです。じゃあその子に合ったレベルで受け取ることができる。そうですね、コンピューターとつながってますので、いろんなそのコンピューターの機能があるわけですね。でこれはよくお話しさせていただくんですけれども、品川義也先生という日本医科大学の先生ですね、先生が今頭の中にあるコンピューターは、この世にあるコンピューターの100万倍の性能のいいコンピューターが入ってるっておっしゃった。それが本に載ってて、私はもう何でもできるんだなと思う、その時に思ったのが、何でもできるんだなと思ってこれに当たったわけですね。ですから文字変換機能もあるでしょうし、翻訳機能もあるでしょうし、右脳の五感のあれがあって、匂いとか音とかが聞こえてくるでしょうし、とかイメージ書きという、私たちのその脳のコンピューターの凄さを認識したわけですね。そうですか。具体的にはその先生はお教室を持ってらして、今は津田沼と四ツ谷にあるということですけれども、これはどのようにその訓練といいますか、トレーニング、具体的にトレーニングは、そうですね、まず基本はイメージが、子どもたちはイメージ見えますので、イメージが見えるということが大切になってきますし、それから目のアイトレーニングというのをやりますね。ちょうどちょっとお見せしたいと思いますけども、何もない黒白の紙なのにこういうふうに色が出てくる、こんなに色が出てくるともう波動速読はできますね。最初はこういうふうに、どうぞご覧くださいませ、最初はこれちょっとこんな感じですけど、はい、だんだん進んでくると何もない面に、これはその目で追うわけですか。そうですね、アイトレーニングをもっと大きいの1枚1
1つずつのトレーニングですが、はい、これをやるわけですね。目を動かさない追っていくわけですね。追っていくわけですね。そうするとここから色が出てくる。これは蝶々みたいな形でこうやってきますと色が出てくる。これは横ですね。こういうの3種類だいたい最初まだ他にもやりますけど、最初基本は3種類やってくる、はい、最初は薄い色、そしてこんな感じですね。これがそうするとやっていくうちに、これそれぞれ子供が違うので、あの、はい、違う子供たちのものですけど、それぞれ個人差がありますね。色も変わってますけど、これが色で見えてくる、こういうのが紙面上に出てくるっていうのは面白いと思いませんか。そうですね。色というのが、でそれが個人差があるというのも、ね、面白いところですね。はい、このお子さんも、こういうのを続けていってこう、はい、活性化するわけですか、ね、そうですね。そうするとこういうイメージ、色、要するにイメージに近い色が出てくるわけですね。そうしますと本の中に映像が出てくるということになってくるわけですね。映像が出てくる、で内容、本の内容が分かってくるという、その分かるっていうのはどう受け取れるっていうことですよね。内容、ストーリーが理解できるという、理解できる、そうですね。でそこから、内容の原稿用紙書いたり、あるいは短縮してそのあらすじみたいなものを書いて、凝縮してでしょうか、あらすじみたいなのをやったり、いろいろ自由自在にやるんですけど、例えばその1回に50節ぐらいこう流れるように本を回して読んだりとか。50冊で、50冊やりますね。そうするとちょっとこれは私のあの形式ですけれども、例えばその文字ですね、波動という一つの文字にいろんな意味合いがあるわけですね。例えばそうですね、富士山と思った、富士山という文字があったとしたら、富士山のいろんなことの情報がその富士山という文字には含まれているわけです、はい、それが一気に深い意識に入ってきますから、超スピードですからね、深い意識入ってくる。そうなった時に変化が起こらないわけはないという、膨大な本読んでも、と一つの単語が膨大な本を読むのと同じぐらいの情報になるわけですよ。で、富士山というものに関して書いてる本を一冊読むのと、この中の一部が富士山と載ってたのをビッてやるのとは同じ情報ということに捉えた時に、波動速読の意味はただ本を読むというだけでなくね、脳の質が変わるというか、脳の質が変わる、そうですね。あのやっていくうちに、本を単なるあらすじを読み取る、感じ取る、見るということではなく、波動速読はあくまでも入り口で、そこから波及する能力、例えばスポーツとか絵画とか、もちろん体の健康とか、その学習の成績が上がるとか、ありとあらゆるところに影響が起こってくる。それがどうも感能という脳の働き、感能という脳の働きの中には、3つの機能があって、方法発見機能と目標達成機能、それから自己治癒力、こんな機能があるわけですね。感能というのは間の脳と右脳と左の間の脳、右と左の間にあるから感能ですね。その脳、深いところにあるんですが、その脳が刺激されていると私は思っている、超スピードでいくというところ、ダイレクトにそこに入っていくという、そうするとあのさっきおっしゃった3つが方法が分かる方法、じゃ あの私がここへの学校行きたいと、どういうふうにしたらいいだろう、その感動が教えてやってくれるわけ、波動し出すわけですね。で目標、この学校へ入りますって目標を達成してくれる。そのなんでそんなことをはっきり言ってしまうかと言いますと、ある一人の子をデータを取ったんですね。で学校の勉強は、順位が出ませんので、塾の勉強っていうのは分かりやすいんです、はい、順位が出ませんので、ね、そうですね。そしてその時に ある学校を目指していたわけですね。でもうちょっと要
いけるんじゃないかなって私勝手に思ったんですね。で、ある時にイメージであなたが行くべき学校が見えてくるよ、見えてきてる。そこで僕はドッジボールしてたり、それから図書館行ったりとか遊んでたり、でもどこの学校かわからない。で、11月の学校の訪問見学に行った時にそれが麻布って分かった。麻布だって分かった途端に塾の順位が上がっちゃった。10倍以内になっちゃった。分かった途端に、分かった途端に、それでその子がどんどんそれに向かって進んでいったわけですね。自分が行くべき学校はアクセスしたわけですね。その目標を達成、もう方法筋発見機能というようなところでね。で、自分の順位がどんどん上がっていって、最初は当初はその学校行くなんて思ってなかったんですけど、到達したと、合格したというところでしたね。で、その子はまた次のステップに上がって、僕はその理由もちゃんとあったんですが、東大で行きたいと。で、そうしたら東大にも入って、で、国の機関で国の役に立ちたいというね、金融機関で、今は目標通りそこで働いてらっしゃるから、やっぱり脳とともに のことが分かって、そして心と体が一つになった時にはとんでもない能力ができてくるんだなって私もその時思いましたね。速読、波動速読をこうマスターすることで、そういう効果も、そうですね、私の中ではイメージ、波動、速読、記憶、この3本柱が頭の質を変えると思ってる、イメージ、記憶、波動、速読、波動、速読、これはそれぞれそのトレーニング方法というのは、もちろん関連ありますね。イメージというのは視覚化する、どういうふうになったらそのイメージが見えるようになるかということ、手続きといいますか、レッスンの取り組みがあるわけですね。そういうことをやって、いろんなものが今ここにあるのごとく、時間空間距離というものを超えて、見えてくるようなことがあるわけですね。それでは今お話しいただいたイメージ、記憶、波動、速読の3つですけれども、これそれぞれ の何か特別なトレーニング方法、トレーニング、そうですね、右のは基本的にイメージのって言ってますので、ベースはイメージが見えるということが大切で、小さな子どもたちはイメージは見えるんですね。簡単に空想無双の時代に来てますから、何かごっこ遊びとかね、いろいろ簡単にできるんですが、小学生になったりしますと多少 のトレーニングが必要で、はい、例えば残像トレーニングとかね、残像を出す方法があるんですけれども、具体的にオレンジカードというのをこう見て、30秒ぐらい見て目を閉じる、あるいは白紙の紙の上に目を落としてその反転した残像を見るとトレーニングとか、そういうことをしていくんですね、それとかあとは棒のイメージといって、体の緊張弛緩、肉体の、体の緊張弛緩を繰り返して深いレベルに入るとか、あるいは呼吸法、丹田呼吸とか細く長い呼吸ですね、そういうことをやって右脳の深い意識に入るとか、そのようなことをしていきながら、色味テストとか、身近なところのイメージトレーニングをして、ありとあらゆるイメージトレーニングですよね、やっていく。そうすると空間とか距離とか時間を超えた世界でもイメージが見えていく。じゃあどういうことかって言いますと、例えば恐竜は、こういう恐竜はどういうふうにして亡くなったとかね、歴史的なことがどうかとか、いとも簡単に今ここにあるがごとく出してくるとか、そこからつながる能力っていうのは引き寄せの法則なんかもそうですし、いろいろ起こってくると思いますね。で、記憶法も、ベム法とかリンク法とか、あるいは直感記憶とか、いろんな記憶があるわけですね。そういうこともレッスンの中で入れながら波動速読に結びつけていくと、そうなるとそのいろんな能力、集中力とか洞察力とか、結果的に力がついていくということになってくるわけですね。その訓練を積み重ねていくということも大切だと思うんですけれども、その訓練だけではなく、他に何かプラスアルファのものというのはありますか？
っていうかね、もう全て言えることですけど、まず子どもはリラックスしているということですね。で、大人もセミナーやりますので、よく申し上げるんですが、これでもなかこれでもかってやっていくようなトレーニングは表面上してますけれども、それは脳の中をこう切り開いてみたら左脳を使っているわけですね。だからいかに子どもはリラックスして、ですから私のレッスンの中で一番大切にしているのは最初の導入部分なんです。で、から子どもたち導入部分と、それから子どもが教室に入ってきた顔を見るんですね、目を見ると。で、何かが書いてるな、何かちょっとあるなと思うときすぐレッスンしないんですね。で、そうすると子どもから何か言ってきますので、それを解決して何かスッキリしたところでレッスンを始めると。まず気持ちがリラックスしてから、そうですね、そして横になって、深呼吸して、で、その時もう私もその時は一番、ね、自分を正すと言いますかね、ちゃんときちんとするような感じに導いて、何かそこで口から出てきた言葉を子供たちに、で、それはよく言うのはお父さんとお母さんの大切なことになっていく。で、この地球上を、地球にとってもあなたたちは大切な子供だということを忘れないでねっていうところから、そのような暗示、それから丸い心と強い心、うん、強さだけでは人間としてやりにくくなりますから、柔らかい丸い心で初めてお互いがつなぎ合ったとかね、それと自分の言葉で、あるいは自分の文字でしっかり自分の意見が言える子になってねとか、そんなことをその時にこう感じるのをこういろんなことを伝えていくんですね。そしてイメージトレーニングに入っていくんです。で、私嬉しかったなと思ったのはね、この間その卒業生大学行った子どもたちと会った時に、その子が言った、僕一番良かったなと思うのは導入部門だって、部門だってあの時はとっても心が落ち着いたって言って、で、今の4年生の子どもたちも大好きなんですね。で、宇宙、地球、私たちはつながってるっていうようなことをやっていくんですけど、その時の子供の顔を見た時に、横になって目を閉じてちょっと暗くするんですけど、もう崇高な祈りの顔をしていますので、この子の子供たちが未来を真似になっていくというかね、まあ、一種の瞑想、そうですね、そんな感じですね。本当に身も気もしない深く深く入ってきます、はい、それはお子さん対象のトレーニングだけではなくて、大人もやります。そうですね、それは同じですか、方法というのは。方法は同じですね、うん、ちょっと手続きは簡単になったり、子供の呼びに戻したりとかいうことはありますけどね。大人ですとね、なかなかですね、やはり常識があって、うん、そんなってね、やっぱり言う気持ちがどうしてもまず出てきてしまう。そうですね、そのために体の緊張と弛緩っていうのをよくやるわけですよね。そしてもう意識を、深い意識に戻ってくると、深い意識に入ってきますと、ちょっと右脳だけの優位になって左脳は遮断していくみたいなところがありますので、理屈理論の脳が休んでいくんで、大人も心地よい状態が続くわけです、ね、やっぱりその導入部分があってから。そうです、そうです、そこがとても大切かなって私は思いますね。なるほど、はい。それでね、もう少しこの具体的にトレーニング、今アイトレーニングっていうのを一つ教えていただきましたが、うん、他にももう一つ何か具体的にトレーニングの方法があったら教えてください。そのアイトレ、波動速読に関してですか。はいはい、波動速読に関しますと、そうですね、要するにこれは宿題に出すんですけれども、スピードが増さないと色は出ないというところですね。右のスピードということで、スピード、毎日毎日、毎日やる子はやってるようですね。これをこう毎日やってると、目を黒いともう追っかけるのが早くなるわけですね。こうですね、これを毎日毎日やるとだんだん速くなってくる。そうですね、はい、
それとあとはライト紙といってね、オレンジカードに変わるもっと強烈なもの、30ワットから60ワットの豆電球、それをライトを見て、ね、残像をするというところですね。反対の色が出てきますね。そうですね、反対の色。そうですね、はい、そういうことをやったりとか、で波動速度、それとこのめくり方の練習とか、めくり方も練習が、少しあの小さな子たちはやりますね。だからそういう、そんなに大変なこと、じゃあ何が波動速度をできる鍵になるかというと、イメージが、イメージですか。イメージが見える子は波動速度も速いですね。で最近面白い、今年になって面白かったのは、うん、赤ちゃんが立て続けに入室してくださったんですね。でお母さんもおっしゃるのに、この皆さんおっしゃるのね、うちの子波動速読してるんですと、教えもしないのに。で自分の本が、絵本とかある本箱があるんです、その素通りしてご主人のパパの本でもパラ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 やってるとか言いましたね。いくつぐらいの？もう1歳の。何でしょうってこれはって私も思いましたけどね。そうですか、そんな小さい子が情報を、なんだかね、これをバタフライ効果というか、バタフライって、あの100匹目の猿現象のような、はいはい、そういう現象かなと思いました。あ、すでにもう始まってるってことですか？そうですね。あの今ね、イメージっておっしゃったんですけれども、なかなかお子さんでもイメージ、まあ、すぐできること、うん、なかなかできないお子さんもいらっしゃる。そうですね、そこは場ができるともう子ども 100% できますね。それといかに、本当に私は辛いなと思って、5歳にしてね、この世に出て、生まれて5歳にして目に緊張を持ったり、なんか体がちょっと緊張してるなってこう入ってくる場合があるんですよ。そういう時はとても辛いなと思うんですけど、でもリラックスだんだんできてくると、イメージが見えてきますし、右脳がだんだん開いてくるといいましょうかね、活性化してくるっていうのがよく分かってますので、どの子にもある、どの子にも持っている能力だということを先生もお母さんも周りが知ってないといけないかなって思いますね。はい、場が、その場の中に入ることも大切ですね。そうですね。でここ行きましてね、まあ、世の中が大変っていうのもありますし、社会現象っていうのは子育てにはすごく影響すると思うんですね。とっても影響すると思う。で、じゃあその中で育つ子どもたちはどうかっていうと考えた時に、やっぱりお母さん頑張ってって言わざるを得なくて、で今年はお母さんと子どもの関わり方とかね、勉強会っていうのをずっとシリーズでやってるんですが、そうなると終わった後、ただお説教じゃこれダメだと思うんですよ、お母さんこうあってくださいみたいなね、それは分かってるけどできない現実があるのよっていうこともあると思いますので、まずお母さん自分自身を知るということとか、楽しむこととかっていうところから紐解いていくと、そうした時にセミナー終わってもお帰りにならないんですね、余裕を楽しんでくださったりとか、まあ今はその運動に私も真剣に、子育ての方の力の抱え方ですね、しゃるということですね。はい、まあ、子育てっていうことで、その何か先生からぜひこれはこう変えてもらいたいっていうようなポイントのようなものがありますか？そうですね、じゃあ子供が育って大人になるわけですから、20年後ぐらいにね、そうした時に世の中どうなってるだろうって思うわけですね。今の20年前と今とは随分違うように、これからもか、今現状を見ると決して明るい、イメージだけが見えてこない部分があるわけですね。そうするとお母さん、子育て頑張りましょう、じゃあどういう子を育てたいの、根っこを張った子供を育てましょうっていうのを提案してるんですね。根っこを張った、根っこは何か例えば事件が起きたりした時に根っこが抜けちゃうような子供では困るわけですね。で
私も本当に22年間でしょうか、たくさんの子どもを見てきまして、いろんな子どもがいるわけ、個性も豊かなね。で、あるこの一人の例を出しますと、とても優秀な子なんですけれども、小学校5年生の時にご両親が離婚してとても辛かったんですね。うん、本当に子どもが気の毒だったんですね。うん、そしてその後、お母様が癌になられて、親一人子一人で癌になって、でお母さんもいい方だったんですね。で彼が高校3年生の時には看病をしっかりしてて、でも結果的には亡くなったんですね。で受験ですよ、案じてたんですけど、つい最近またお食事一緒にしたんですね。元気にしっかり頑張ってるんですよ。僕は素粒子の勉強をね、小芝さんがやるような素粒子の勉強仕事をしたいという、よくぞここまでね、よくぞここまで育ったと思いましたね。うん、で僕はお母さんにもうちょっとやってあげたいことがいっぱいあったとか言ってね、いろいろ話してくれたんですけど、うん、でも僕は僕の夢があるから一生懸命やる。それで、そうするとお母さんも喜ぶかななんていう、もちろんよってみたいな。そのくらいにどんなことがあっても見えない、ね、軟弱な子供では困るわけですよね。そういう意味の根っこ、根っこ、いろんな、これは一例ですね。いろんな例があると思うんですよ。世の中は決してなんて言うんでしょう、安泰とした世の中じゃないかもしれないんで、そしてその時代も消えにくく大人になっていくんですから、幼児期にニヤニヤしてたという、うん、そんなところの願いも込めて、うん、で20年後の お宅のお母さん、お宅のお子さん想像つきますかっていうようなことをね、うん、私は申し上げながら、じゃあ一緒に子育てしていきましょうというところで、いろんな注意事項とか、お話していくわけです。で案外ポイントだけ押さえると子育ては楽しいものなんですね。ただ辛いことはパソコンにメールが来た時に、私は長男を愛せないんですってメールが届くと辛くなっちゃうんですね。そういう方も確かにいるわけです。でそうした時にまず理屈理論で解くんじゃなくて、まずお母さんを抱きしめるというかね、お母さんを介護してあげないとそれは問題解決になりませんので、セミナーに来ていただくわけですね。で気づいて、いろんな理論がありますので、アートセラピーとか織り交ぜながら、そのどういうふうに子育てしたらいいかということを学んでいっていただくと、お母さんが分かりましたというふうに、っていうところがあるわけです。はい、はい、ありがとうございました。それではですね、あとこの右脳回波動速読というのは、右脳をこうどんどん育てていった中での中で、その波動速読ができるようになるということですか。本来子どもは波動速読、じゃあちょっと当初のお話をしてみますと、最初はね、本当の最初は、ある七田先生がお連れした坊やが波動速度、こんなに精密なようにはできてなかったのにパラパラやってたんですね。でそれを脳波測定としたんです、うん、文部省の関係でね。でそんないい脳波が出てなくて、で七田先生もこれは速度とは言えないとかな、あまりこう積極的ではなくなったんですね。でも続けていたんです、ボソボソと、細々と。で、子供たちが、ちょこちょこ言ってた。で、ある時突然、30回パラパラして終わりにしようって言った時に、子供が机の周りに椅子を持って行って、その上に本を置いてパラパラやるわけですね。で、一人の子だけ30回終わっても帰ってこなかった。で、そういう時は私、ほっとそっとしておくわけですね。なんか新しい、珍しいことして。で、ずるずるしばらく経ってから椅子引きずって戻ってきたんです。うん、で、どうしたのって聞いたら、そうじゃなくて、ああ、面白かったって言った。どうしてって聞いた時に、だって、この本のパラパラやると内容は全部分かっちゃったから。それから面白くて、
あ、そうなんだ、理論をパッパッと下ろし、あの落としたわけですね。で、他の子どもたちが敬遠そうな顔して何だか分かんない、うんうん、で、みんなもやってみたいって聞いた時にやってみたい、うんうん、で、こういうふうにパラパラやってちょっとスピード上げて、うん、その場の全員ができちゃう。ですから波動速度は本来みんなが持ってる能力、うん、で、その場が整うとみんなできちゃう。それからはもう、それからはずっと毎週ごと新しい波動速度の内容できてきて、うーん、面白かったですね。子どもたちも楽しんでましたし、例えばあの時刻表パラパラやると新幹線が見えたり駅が見えてきたり、へ、景色が見えてきたりとか、で建築士の二級建築士の本製図だけ載ってるのにこの本から木造の家が見えるとかね。で、ある子こう突然こうしてたら、どうしたのって本から音が聞こえてくる。音も右のの五感ですね。そんなのとかで本から色が出てきて学習に関して、である時はその教科書をどうもこの子一冊暗唱してるなと思ったんで、暗記してるなと、本人分からなかったんですけど、暗記しちゃったのって言ったら、うん、分かんない、でやってみる、でここの教科書を一冊暗記してた、暗唱しようと思わなくて、思わなくても暗記できてたというね。そんな、あの、一大革命じゃないですけどね、いろんなことが起こりましたね。そうですね、これは、はい、あの、それでね、この波動速読ができるように、まあ、なると、うん、他にも何か変化っていうのが起きてきます。もちろんそうですね、先ほど申し上げました通り、そこはもう入り口に過ぎなくって、お病気にもね、良くなったりとか、あの、音楽が、まあ、曲が入選したとか、それからスポーツ、サッカーが上手になったとか、ありとあらゆる面に、多方面にわたって成果が出てきましたね。それはその、例えば一つ、じゃあ例を伺いたいんですけども、はい、例えばその波動速読が、まあ、できるようになって、まあ、治癒、例えば病気がこう改善したり、うん、どのようなこうつながりが、あの、子どもたちそういう時は白紙の本も使う、白紙の本を使うんですね。この白紙の本、はい、でイメージでここに、病気を治すとか病気が治る方法とかってイメージでここに出す、自分でタイトルをこう決める、ね、イメージ でこれをこうやる、そうするとここに映像が出てきてどうしたら治るとか、文字もちょっと出てくるとか書っときます。そしてやってこういう白紙の、全く白紙のように自分で、まあ、願望といいますか、まあ、病気がタイトルつけ治るとか、例えばつけたとしてこうパラパラしているうちにどうすれば治るのかっていうことが情報で受け取れる。そうですね。じゃあ例えば志望校をこう書いて、志望校、例えば自分で志望校というよりも、私の場合自分が行くべき学校が見えてくる、自分にとって大切な学校に、ね、そしてまたパラパラ、そうすると自分がもうその学校で勉強したり遊んだりしてる、スポーツしたり、映像が出てくる、映像が出てくる、そうです、受け取ることも、そういうことですね。なるほど。そしたら目標も達成できるし、もちろん願望も具現化する。そうですね。で、あの、私はそのもちろんいろんな方法に使うという、ただ本をパラパラって言って内容あらすじ言う、それもいいんですけれども、普通に読めばいいわけですね。で、学習に生かしたいなって私は思ったんですね。それは申し上げた通り、普通の小学校ではその成果というのは見えにくいんで、受験する子なんかにこれはもう必修ですね。あの、まず、本の受験用のテキストをパラパラやると色が出てくる、赤とかオレンジとか、これが理解度を表す、色の理解度、どうもね、このチャクラに影響してる。で、赤とかオレンジとか黄色の本が出た時はいまいちこう理解できてない、緑とか青とか藍とか紫とか理解できてるんですね。これなんで分かる、塾の順位で分かるわけ。で、スポーツの場合はどうもこっちの方の赤とかオレンジ、例えばイメージの中で、サッカーを
ゴールにシュートした時に放物線のようにこう線が出てきてね、ここが赤だとそのシュートは入っちゃうとかね、どうも肉体との関係じゃないかなって私は思ってるんですね。それは、受験には大いに使いますね。するともうあの試験が近くなってくると、あの試験の当日のイメージというか、それから4月に入学してるイメージとかね、どんどんやってきますと、あの卒業生でもあの試験が受験が近くなると波動速度やってもってくるんですよね。あ、卒業生、卒業、あの小学校6年終わって中学受験、高校受験なんかとか大学受験、そうですね、そしてみんな安心して、あ、もう僕受かってるとか言って書いてます。本当に受かってるんですね。そのくらいその、あのなんて言うんでしょう、生き方にとてもあの役に立つ処方だろうと思うんですね、波動速度、あるいは右脳の、あのこういうものってね。で、卒業生からメールが来て、まあ、慶応入りましたという方法だったんです。で、最初早稲田だと思って早稲田行ったら、どうもこの空気は僕の空気じゃなかったとか言って、で、慶応へ次に行ったら、あ、この空気は僕の空気だって言って入っちゃったんですけど、まあお勉強もしたでしょうけどね、そんな感じでしっかりと自分の学校をつけたりとかしてるようですね。で、もう一人ちょっとここでお話しさせていただきたいのは、あのこの波動速度が生まれた頃、あの美濃の活性化した頃だったんですね。小学校1、2年生の子だったと思うんです、その当時ですね。で、あの波動速度もよくできてたんです。で、その時に面白いことを言ってましたのは、私がパラパラ、先生が波動速度をすれば僕がしなくても先生がするだけで僕は内容が分かっちゃう、だって先生と僕は白い線でつながってるから、こういうことを言う子がいたんですね。ですから、それが波動と言っていいのか、その線がね、波動と言えるのか、まあ、つながってるのか、そうですね、それはよく私もよく分かるんですけど、内容を言ってた。で、そういうふうに右脳が活性化した子どもさんでしたけれども、小学校で卒業してあのこの教育をね、で中学で自分はどういう道に進もうか悶々としてたと思うんですね。で、その頃私も知る由もなく、お母さんも後から聞いたらば、時田先生とこ行きたかったみたいなことをおっしゃってましたけど、で中学で目覚めたのは、僕は音楽の道だと。で、お父様はエリートの方だったんで、この世的なね、選択肢になかったわけですよ。で、だいぶ親子葛藤があって、まあ、とっくみある喧嘩もしたらしいんですけど、彼はもう譲らなかったの、その道に進んで、で、の宮崎駿さんでしたかしら、はい、千と千尋の神でした、あの方に、あの音楽、音をあの見ていただいたら絶賛してくれだったらしいんですね、音楽をする。で、今度会うことになってるんですけれども、そうしてあのよくぞ頑張ってくれたなと思うんですけど、いろんな世界、いろんな世界で活躍する子が出ていくと思うんですね。で、大人は、まあ、ご両親といいましょうかね、私たちも含めてですけど、価値観というのは案外決まってましたでしょ、はい、選択肢は少ないですよね。だからいい学校出ていい会社勤めてっていう路線が、あの重要視されたんですけども、時代が移ってますのでね、いろんな子供が生まれてくる、その志望を志すものがね、それをしっかりと、大人を受け入れていくというところね、やっぱり大切かな。あの先ほどね、菱田誠先生のとお名前が出たんですけど、先生はあの一番初めは菱田誠さんのチャイルドアカデミーに入られて、はい、そこで、勉強されると。そうですね、あの、まあ、ご縁があって、あのこれ言うとちょっと長くなっちゃうんですけどご縁があってね、入って比較的早い時期に研究開発部というところに入ったんで、
いろいろ作りましたね。何名ぐらいいらっしゃいましたか。七田チャイルド、はい、20年くらい。そうですか、ね、20年ぐらい、はい、で2005年に独立されて、そうですね、子ども研究所を設立されたということですね、はい、その前ですね、もうちょっと遡ってちょっと先生 の、はい、あのことを伺いたいんですけれども、はい、あの以前は銀行にお勤めになっていた。そうですね、銀行にお勤めして結婚と同時に辞めまして、でその頃私も子供を見るっていうのが好きだったもんですから資格取って自分のところで小さな塾をやってたんですね。そうですか、ね、それで、まだ自分の子供も小さかったですし、主人が名古屋に転勤の時悩んだんですけど、最初は主人が単身で行ってましたけど、やっぱり一緒がいいなと思って、その後ある方にバトンタッチして、5年ほど名古屋にいましたかしら、そうして、まあね、そこでつながりがあるんですけれども、長女が生まれた時っていうのは変ドルショックの時だったんですね。で固定相場制から変動相場制に移ったドルがね、世の中がすごく混乱していた時で、どういう子育て、まあ、母から聞いてもいいんですが、どういう本があるかというとかなり読みあさったんですね。でその中にゼルサ教育の秘密という本があって、それが七田誠先生の自費出版だったんです。で一気に読んじゃって、あこの子育て納得と思って、その頃は未納というのじゃなくて、でシュッと後ろ見たらば電話番号があったもんですから出ましたんですね。そして先生当てられて、教室はないし新聞があるというようなことをおっしゃる、新聞か通信かちょっとわからない、まあいいわと思ってお電話お切りして、それからその0歳生まれた子供が中学3年の時に新聞見たら、ひょっと七田誠先生による七田チャイルドアカデミー募集となってた、あらあの先生の教室ができたんだって受けたんですね。それは事務だったんですけども、事務でも何でもいいからちょっと覗いてみたいなと思って、で入って1年事務やって、もう自分でやりますって申し上げてね、社長やりたいんでやりますって言ってたら、ちょっとその前に本社でちょっとやらないかっていうのがずっと長くなって、そうでしたか、そういうご縁で、そうですね、その前のつながりというか、はいはい、先生はね、子育てをこれからね、力を入れていかれると思うんですけれども、はい、先生ご自身も小さい頃お子さんだった頃っていうのはどのような子供時代。そうですね、私19年生まれですのでね、東京に住んでたんですが、母方の実家ですか、女子供のいる時期じゃない、疎開してたんですね。父がまだ勤めしてたみたいですけれども、ですから静岡の本当に山があり川があり、のどかにのんびりとそうですかしてた時代でしたね。兄弟は4人でしたけれども、いとこも近くにいまして、母の実家に、のこう行く、なんでしょう、ああいう田舎の家はいくつも胸があって、その胸の一つに住んでました。じゃあ賑やかな親戚が集まって、そうで、ね、そうですね、そうですね、どのようなお子さんでした。遊んでばっかり、うち兄が2人でしたのでね、兄が2人ですから、そこについてくるの大変なんですよ。食事も早いし、早く食べてからずつ置いてかれちゃうとかね、はい、そういうような兄と遊んだり、活発な、そうですね、もう日が暮れるまで遊んでもクタクタになって帰ってきて、食事の前に寝ちゃったりとかね、で食事を食べたのか食べたのか、そして気が付くと父がお風呂に入れてくれて湯船なかったりとか、そういう、いや野生的でですね、みたいなマイルドな、そうですね、お子さんだった。いや そんな感じですね、みんなそんな感じで育ったと思います。そうですか。その頃に何かこう将来こうなりたいとか思っていたことは、あんまり毎日が楽しかったですしね、それと
ご近所に一人同級生だけど学校行ってない女の子がいたんですね。その時ちょっと思ったのが、この子だってちゃんと教えてあげたら少しいろんなことできるんじゃないかなと思った、頭よぎった時はありましたね。でもまあ今と思えば何も考えてないと思います。のびのびと自然の中でね、シジミを取りに行ったり、この穴にはシジミがいるとかね。そうですか。そんな子供でしたね。ご両親もやっぱりそういう自由にしていいよっていう教育でしたか。まあ、静岡の田舎ですしね、あれ母のうちは庄屋さんでしたので、使用人がいたりとか、そのしつけは厳しい方だったと思うんですね。で父方はお米屋さん、なんだか変な話してますが、お米屋さんだと学問をすごく大事にする家庭だったんですね。で父のお姉様は東京を出て看護大学に行ってたり、父も東京出てきて早稲田の、機械科とかね行ってましたので、私の父は数学なんか父から教えてもらいましたし、お勉強には熱心でしたね、父はね。母はまあ明るい母でしたけど、ですから父の方もどっちかと言いますと教育の方には熱心だったと思います。そうですか。じゃあ勉強しなさいとかそういうふうに言われた覚えっていうのありますか？勉強しなさい。そうですね、あんまり言われなかったでしょうか。田舎でしたから、そんな大した難しくなかったですし、そうね、いろんなことを、例えば父の時にはそうですね、父の大学時代のことなんかよく聞かせてくれましたね。で新聞がよく届いてまして、で広告が載りますでしょ。で代表が女の人であったりして、で女の人でお父さんたちは女のくせに学問をつけてなんて言って馬鹿にしてたんだけど、そのうちその方がすごく真剣なんで、最後みんなで助けてあげたとかね。それで父親の大学病院の先生が亡くなって、この先生のお世話になったとかね。そうでしたか。こう将来ね、まあ、こう大きくなって、まあ、教育の方に転身されたわけですけれども、何かその目のようなものがね、小さい頃から終わりなのかなと。子供の面倒を見るのは好きだったと思いますね。年齢も上だったせいもあって、いとこ同士がいとこに下の方が多かったんで、っていうところです。こういうのも不思議なご縁ですね。私もまさかこんなにね、とっぷりつかると思ったから。そうですよね。その銀行から教育に転身される、何か大きなきっかけというのは、大きなきっかけは、例えばその銀行の時も外為を女性化っていうところで2名外為いて、私は輸出だったんですけれど、大変なんですよ、男の人がやってたものですからね。でもそこで身についたら壁は破れるっていう、変な、どんなことでも壁は破れるなと思うような、そんなものが身につきましたね。だからいろんなことやっても絶対できるっていうようなね。でじゃあどうしてその教育をやったかって言いますと、子供小学校1年生の時にちょっとやらせたいものがあって、だけど近くになかったんですね、その塾が。じゃあ自分で開いちゃおうと思ってやったのが始まりだったんですね。まず自分のお子さんのためにやったことから広がって。そうです。じゃあちょっとこれからのことを伺いたいんですけれども、はい、先生はね、こう日本では今後進の指導にも当たって、先生のところでこうインストラクターといいます
あ、そういう方は日本ではどれくらいいらっしゃいますか？日本はまだ少ないんですね。で、私も独立してね、自分の教室をやってっていうところにやりながら海外の方に手を先につけましたのでね、はい、これから本当に2年間で10人とかね、どんどん育成したいなと思ってるんですね。で、はい、今来てくださってるスタッフもとてもいい方たちで、私が本当にその子どもの教育の真髄を提供したいの。ただ子どもが来たからやるっていうんじゃなくてね、っていうことを受け入れてくださる方を募集したいんですけどってことをお伝えしたんですね、はい、で中途半端な教室にはしたくないってこと。でどんどん受け入れて一生懸命やってくださってるんで、はい、まあ、そういう方がこれからも増えたらいいな。ぜひそういう方に出会えることを私は祈ってるんですけれども、はいはい、今ね海外の方でもたくさんインストラクターが育っていらっしゃる。そうですね、逆に海外の方が多い。多いですね。問い合わせをもとっても、うん、まあ、こんな国から問い合わせをくださってっていうね、うん、国からもたくさん来てますし、で当初びっくりしましたのはイスラエルから3名来てる。イスラエルからで、イスラエルの方が私の英語の本でしたかな、何かね見て号泣したっていうんですね。で、もう子供のことをこんなに思っているというと、きっと映画の翻訳が良かったんですね。で、もうぜひ飛び谷先生に会いたかったってご飯してきたんですけど、ね、イスラエル、とても頭のいい方たちですね。で、これを広めたいということで、これからももうちょっとね、海外は強化しなくちゃいけないんですけれども、そのスタッフもまた入れたいなと思って。で、イタリア の講師は、何かね、アメリカにいろいろ研究する頭 のイタリアの、大学首席で出た方らしいんですけれども、アメリカに情報いろいろ見てた時にちょっと日本にどういったが書いたのかわからないんですけど、私のことが載ってて、日本にこういう人がいるっていうことでかなり調べてくださったらしいんですね。で、島根の方にも問い合わせしていろいろして、やっと鳥谷先生に会いましたって言って来てくださった女性で、一生懸命ですね、この方もね。はい、ありがとうございます。はい、これが鳥谷由美子さんの著書、波動速読法。英語で、英語版もクワンタムスピードでありますね。ドイツ語です。はい、それではそろそろお時間ですので、最後に、先生のこれからの抱負といいますか、これからどのようにこの日本で私たちは進んでいったらいいのか、何かメッセージがありましたら、ぜひ。ありがとうございます。そうですね、一人ではやるものっていうのは、まあ、少しのことですね。ですから、これからは後継者を育成っていうのは、去年あたりから考えてるんですね。で、まずはお母様たちにこの勉強していただいて、で、その中から後継者を選ぶっていうところも考えてますし、今まで私と出会った方たちの中から、来ていただくとか、この間も若い男性の方ですね、ドイツから留学から帰ってきた方が、教室に入っていただいて、だいぶ関心を持っていただいたり、ご縁のある中から、ご縁のある方たちからとかね、後継者を育成に力を入れていきたいと思うんですね。それと同時に、3回目に、今年で3回目ですが、海外のお問い合わせがとても多いわけですね。で、子どもたちに言ってる通りに、地球には国境線なんて見てごらんないね、これは人間が作ったものであって、みんなは地球の子どもたちだからっていう、イメージトレーニングもかなり入れていくんですけれども、で、お問い合わせのあった中で毎年毎年このセミナーをやっていくと、それと毎年アメリカから
レッスンしに来てくださって毎年ね、男の子もいるんですね。アメリカから、そうですね、こういうものをどんどん増やして、実は前回、上海とインターネットつないで、セミナーも教室展開、もしましたけれども、上海と、上海と波動速度ですね、だいぶうまくいきましたので、これは世界とつながるなと思ってるんですね。そういう意味で、私の方から子どもを日本という位置だけに置かないというね、日本ももちろんしっかりとやりながら世界とつないでいくということは、つながるということは常にレッスンに言ってますので、そこも大切にしていきたい。で、私の代ではまた次の代はもっと言うと、その目がシナプスのように広がっていくことをイメージしてますので、明るい未来が見えてくるんではないかなというのが私の願いと抱負と目標でございます。ありがとうございました。今日は飛谷先生、長時間ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。よろしくお願いいたします。